どうも皆様こんにちは、かなやんです。こんばんは。ただいまの時刻が夜中の1時12分になります。もうね、めっちゃ夜中なんですけど、もう私お腹空いて全然眠れそうにないんで、夜中に食べても太らない夜食飯を作っていきたいと思います。じゃあ早速レッツゴー。はい、で材料はもう3つだけです。まずこちら、じゃじゃん、糖質ゼロ麺。これ平麺の使ってます。これをパスタ代わりにしようと思います。こちらと、あとツナマヨの元のやつ、これキューピーのやつ、これと、あと3つ目がスーパーノンオイル、スーパーノンオイルのライトツナ。この3つだけで、あの簡単夜食ダイエットパスタを作りたいと思います。もうめっちゃ簡単、本当に。温める時間抜いたらマジでもう1分ですよ。なんでちょっと作ってみたいと思います。はい、まずこちらの糖質ゼロ麺、これを湯切りします。湯じゃないよ、水か。水を切ります。でこれはもう、あの水洗いしないで切るだけで大丈夫って書いてあるんで、もう水を切ります。はい、切りました。で切ったものをこちらの皿にのせます。もう普通に今んとこうどんパスタじゃないんだけど、色がうどんなんだけど、これほんとカロリーゼロだから、多分 5ぐらいはあるかもしれないんですけど、あのグルテンフリーだしおすすめです。これにさっきのこちらをのせます。で汁気を切ります。はい、汁気を切ってさっきの糖質ゼロ麺の上にのせます。こんな感じ。はい、でこれをラップしてレンジで2分チンします。チンします。はい、レンジで2分温め終わりました。だいたいこの糖質ゼロ麺が熱くなったら大丈夫です。こんな感じで、でこれにさっきのこのツナマヨ、これめっちゃ楽なんですよ。温めなくていいし、そのままソースかけるだけなんで、こちらをのせます。もう夜食作るのってもう時間との戦いじゃないですか。もう時間がかかればかかるほど、もうどんどん罪悪感が増えていくんで、マジで時短。ちょっとこれもう料理って言わないかもしれないんですけど、もう家にあるもんで作る料理動画みたいな感じ。もうステイホームでどこも出かけられないじゃないですか。はい、出来上がりました。完成、ツナマヨのパスタになります。じゃあ食べていきます。てか最近はもうあれ、コロナだから本当に外出かけられないし、もう食っちゃね食っちゃねばっかりで太っちゃうじゃないですか。だからもう極力カロリーがない食べ物かつ時短を意識して生活してます。じゃあしっかり混ぜていただきます。うん、めっちゃ美味しい。なんか普通にパスタじゃなくてうどん、うどんこれさ、全然あのこんにゃく感がなくて、あのなんだろう、こんにゃく感がなくて、で多分一番カロリーあるって言ったらソースだと思うんですね。で麺ももう糖質ゼロだから太らないし、すごいおすすめです。ほんと料理っていうより、なんか材料がこれだけあればほんと1分ぐらいでできちゃう食べ物ですね。お分かりいただけただろうか。で多分ツナは
なんか高タンパク質だと思ってて勝手になんですけど、おすすめ。はい、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。異色ですけど、まあ、罪悪感なく食べれたんで、まあ明日体重測っても多分 0.5 キロぐらいしか増えてないんで多分大丈夫だと思います。なので皆さんもぜひこれ食べてみてください。もう材料あればマジで誰でも簡単にできるんで試してみてほしいです。今回もありがとうございました。じゃあまた次の動画で、バイバーイ。